えねえ、ぼっちちゃんって休みの日とか何してるの？その、家で引きこもってずっとギター弾いているなんて言ったら惹かれるに決まっている。何かアクティブな感じのことを言わなければ。あの、朝は家でグリーンスムージーを飲んでいつものモーニングルーティンをこなしてから海岸沿いをジョギングしてます。なんか海外セレブみたいだね。次回ぼっちザロック第2話また明日。それから昼はスタパでマックボックエアを開いて夜はクラブで踊り明かして。なんか大学生みたいだね。